今日、野球です。うん。バスですか。野球。これゲームですね。は？はい。急にやったらびっくりする。すいません。うん、びっくりした。メッセージがないです。お話でもらいましょう。盛り上がるかな。盛り上げましょうか。もうこの時点からツイキャスって聞こえてます。おお、ツーアウト三塁。ツーアウト三塁。手動更新してるわけ。三塁が怖い。前進だったやつか。あっちだったらこっちだったら見れるんだ。あ、多分パソコンだから自動のやつ見れるからか。あ、でも大丈夫です。あ、大丈夫です。なるほど。これを地味に今日はいい。はい、10秒前でーす。はい。ボートリバーズの人生はボリバケッツ。どうしたの？コーナーがさ、痛かった、ヒロキさんが来たの？赤が来ました。もう三代目にいそうだ。三代目に、三代目家光、家光。そっち家光。女の人に AKB にいそうみたいな感じで。あ、そう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 。上等も。3月15日今日は合格発表の日。あ、そうなの。高校合格発表の日じゃない、あ、今日さ、朝さ、うん、会社でラジオ流れてたわけ、うん、あのラジオネーム、イケペイさんみたいな、あああの、なんだかな、プリ、うちのプリンスが高校合格しましたみたいな。あったあった。イケペイさんって、あれ、いつもいるイケペイさん。そうそうそう。でしょ。ナリスです。そうそう。言ってた言ってた。あ、そうなんだっつって。はい、皆さんこんばんは。手動でやってくれて、早く、早く終われ。ツーアウト三塁、一に危険だな。WBC が見たいわ。ラジオやってるけど気になるところ。おお、0点で抑えた。向こうの辺で見て、この辺で。抑えた抑えた、うん。抑えましたよ。今日ミールは最初からいるんだ。おお、ミールこんばんは。ロディさんこんばんは。こんばんは、こんばんは。あ、みつさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ミールは、石垣は寒い？石垣、暑いでしょ。昨日は石垣27度ぐらいあったんだよ。すごいよね。やばいよ。あ、昨日じゃん、おとといかも。明日から暖かくなるとか言ってるけど、今日は寒いね。でも最高気温20度、最低17度みたいな。今日どうなのか。今日もでも東京とか雪じゃん。うん。静岡とかでも雪だしな。あ、ほんと。ロディさんとか雪降るでしょ、御殿場だから絶対。うん。このさ、あったかくなったり寒くなったり、あ、でももう寒くならないみたいよ、沖縄。そうなのかな。うん、もう春っす。まあ春だね。もう春だよ。ちょっと葉桜になってきたしね。あ、そろそろ巻いてあげます。うん。ポートリバースの人生はポリバケット。はい、こんばんは。3月15日高校合格発表の日ですね。おお。はい、ポリバケツは55回目でーす。はい、ゾロ目。アサミでーす。タツノです。55回目。おー、いいよ。55待ってたよ俺。誰がいますか。
誰がいますか。もうそういう会話だったそういう会話でしょ。もうそうそう、55といえばですよ、やっぱ松井、ゴジラ松井。あ、そっか。うん、ゴジラ松井今何やってんだろう。松井、うん、松井今何やってるんかな。なんかこういう WBC の時に解説とか出てくるのかなと思ったけど、出てこん。やらないっすね。古田さんがずっとやってるけど、松井旅とか出てるんじゃないですか。あの中田みたいに。あ、温泉似合いそうな。体がでかいからでしょ温泉なんだ。ふわーとか言ってそうな。湯気松井とですよ。あと一人いるんですよ、うん、広島のゴジラと言われた島っていう。なんでゴジラは55番なの。いやいや、もう松井がゴジラっぽいから。そうそうそう、ただ言われたんですけど、うん、そう。たださ、松井といえばみたいなのがあるさ、うん、松井エピソードある。松井といえば、うん、石川県。お、石川県。松井、はい、石川県出身。あ、石川県出身じゃなくて、石川県に松井っていうところがない。はい、あ、たまたまなんだ。じゃあ松井、石川県出身だ。今誰の話をしてんの今。あ、何の話今。石川県に松井っていう地名ない。あ、地名。松戸だったかな。松井だったかな。松戸って、石川でライブした時があって、はい、そこで松井っていう居酒屋さん入ったわけ、うん、居酒屋さんなんでしょ。すごい美味しかったっていう。松井トーク。地名も松井町みたいな、なんかあるの。な、わからない。なんだっけな、なんか商店街みたいなところにあったんだけど。おう、だから松井につなまつわる話って言ったから、はい、ちょ、何でもいいかなと思って。いや、もう何でもいいよ。あ、でも石川県、松井直美ね。できる。松井直美、どんな真似ができない。松井直美ってアイドルかな、モノマネかな。モノマネ芸人じゃない、あの人。モノマネ芸人なのか。ほえ。でも野球の松井でしょ。そう、松井といえばですよ、やっぱり。わかった。はい。あれあれされた、遠征。遠征ね。あ、遠征松井急に遠征されたって。遠征ね。そう。高校野球の時。そう。あれはすごかったな、ブーイングが。歴史、高校野球史上さ、後にも先にもあれないはずよ、うん、あんなにブーイングがある高校野球ってある。そうだね、ないよね。待って、何高校だっけ。星稜高校です。ああ、そうだ、星だ。はい。ああ、しかもあれすごかった、見てた。あっちも星稜、あの時代超野球強かったけどね、うん、気づいたらサッカーの方が強くなっちゃってる場合。ああ、サッカー優勝したからね。スポーツ高校なんだ。スポーツ高、沖縄で言ったら興南高校みたいな感じなのかな。ああ、分からんけどさ。うん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 。那覇西とか、あの敬遠さ、うん、対戦相手明徳義塾だったんですけど、うん、あのピッチャー5打席連続牽制に。そんなに。うん、牽制おかしかった。敬遠されしたじゃないですか、うん、あれ多分相当批判食らっただろうなと思って、うん、高校生だけど、うん、それを監督が支持するわけじゃないですか多分、うん、どうなんだろうね。ちゃんと勝負すればいいのにね、うん、っては思ったけど。あの時あんま野球知らないけど、はい、いや知ってたよ。やっちゃうね。私たちが何歳の時だっけあれ。ね、記憶では小学、何個した、小学校、あ、年上か。余裕であの顔で年下嫌だな。まあ、あの顔でっていう言い方もあれですけど、謝ってよどうも。そっか、小学校ぐらいか小学校ぐらいだと思うんですよ。松井選手年上か。年上。そっか、小学、あ、中学校かな。あんまり変わらないんじゃない。いや変わる変わる。ね、5個か6個ぐらい変わりよったんですよ。あ、ほんと。うん、へえ。そうそうそう、もう松井で結局その時は勝った、負けた。負けた。負けたのか。ベスト4だったはず、あれ。牽制しっぱなしで。牽制じゃない、敬遠ね。敬遠？牽制じゃないの？牽制は一塁にランナーがいて、ピッチャーがこうやってピッて投げるのを牽制する。うん、あ、もともと最初なんて言ったの？遠征。遠征。もうおかしい。敬遠。敬遠。あ、敬遠。敬遠。敬遠は仲が悪いことでしょ？はい。犬と猿。はい。敬遠。もういいや。あ、本当は何？敬遠。敬遠。どんな感じで書くの？牽制の剣に遠投の投げる。ああ。敬遠。嘘つくな。もう間違ってるな。誰か書いて。もう分からんし、漢字とかは。うん。
敬う、はい、敬語の敬、敬語の敬ってどんな字かって言ったっけ。やばいですよこの携帯時代は。待って待って、何をやってもすぐポンって変換されてくるからね、漢字もわからなくなるし、うん、あっち自体言葉がわからなかったっていう敬遠ね、うん、いやでもやっぱり僕ジャイアンツファンなんで敬遠か、うん、あのやっぱ松井秀喜はもう大好きでしたね、うん、ほんと巨人の4番で、うん、あなるほど、うんうんうん、敬老の敬ね、あーはいはいはい、敬老の敬でに遠足の遠、うん、遠い、うん、あなるほどね、一応知ってましたよ。知ってましたけど、いやでもなんだかんだ55回目、うん、すごいね、もう3月ちょうど半ばですね、うん、もう56回目とかいないからさ、ゴロ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 にしましょう、稲垣、うん、とか野口とか五郎さん、五郎さんにまつわる話、なるほどね、もう野球シリーズは一応一旦終わり。もうそろそろさ、野球シリーズっていうか背番号シリーズだったんでしょ、タスの中では。別に野球選手に限らずバスケット選手だったさ、最初カリーから始まって、まあそうっすね、うん、いなくなったから、もう分からんくなったから。なんかあの語呂合わせでいいんじゃん、まあとりあえずなんかもう野球選手じゃなくてもいいっていうことにしよう、まあ、冒頭トークがそういう感じになってたからね、冒頭みたいだね、冒頭トーク、ピッチャーの冒頭と一緒、冒頭オープニングトーク、はい、まあね、分かるよ。分かってる、かけたみたいな感じでいい感じだったな。そうですね、はいはい、はい、ね、うん、今日は WBC、はい、今真っ最中だからよ、イスラエルと日本どうなってる今、立つのがさ携帯で、はい、あのなんとかこれ何なんちゃら速報を見ながらやってるけども、今ですか、今ツーアウト二塁、うん、ツーアウト二塁、はい、ツーアウト二塁っす、な今どこが攻撃してんの、ジャパンス、ツーアウト二塁、あ、二塁、で待って、二塁牽制ランナー山田きるい、あーなるほどね、あ、はい、そうそう、山田が塁にいるってこと、そう山田っす、さっき盗塁すごかったな、足早かったっすね、うん、めっちゃ早い、もうあ、まあこれ野球とか本題に入って買ってほしいな、あそうだね、はい、今日はテーマもトークなので、テーマもトーク、テーマは野球っすね。はい、今日のメッセージテーマ、はい、野球です。そして、うん、お悩み相談も受け付けてます、はい、メッセージアドレスは797@fmginowan.com、うん、はい、797@fmginowan.com、うん、はい、ユーストリームとツイキャスも同時配信してます。そしてサイマル放送もやってます、うん、リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください、はい、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります、うん、完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオリスラジで聞いてください。はい、全国のラジオ局から九州沖縄をクリック FM ギノワンを選曲してください、はい、この放送はヒューマンステージとサードウェーブの提供でお届けします。で、まだ誰がバッターなの、筒香フォアボール、おお、じゃあ1・2塁だ、1・2塁、おお、いいね、うん、投手戦みたいになっちゃったね、次内山じゃん、内山、あ、内山、信じ、あ内山くん、間違った、う川内、川内、内川です。もうさ、なんだろうな、なんか知ったかあるよね。知ってるっていうか間違ってると思ってないで言ってるから、だから知ったかでしょ、知ったかっていうのこれ、うん、知ってるふりしてるから知ったか、違う、知ったか、その知ったかぶりではないよ、一応はだから知ったかって、だからぶりとは言ってないさ、俺は知ったかって言ってるさ、知ってないのに知ってるように言うこと、そう、知ったか風な、はい、ポートリバーズの人生はポリバケッツ、はい、3月22日間違った15日、ポリバケツ55回目です、はい、今日のメッセージテーマは野球、うん、野球、ラジオなんかじゃなくて WBC が見たいわ、ほんとね、今ですよ、今多分、うん、リスナーの皆さんも間違いなく野球見てるんです、そうだよ、
もう ポリバケツより野球、それは当たり前ですよ。そうそう、今日はもう国民みんながね、メッセージくれる、みんな優しいね、日本を応援する日なんでね。でしかも、はい、日本代表は今日イスラエルと戦ってるんですね、うん、今日勝てば、しかも準決勝に進めるということで、もう絶対勝たないといけないやつさ、もう絶対に負けられないやつ、うん、あっち今日筒香選手がホームラン打つと思う、はい、おー本当、うん、いいね、そんな感じする。じゃあ俺あとラッキーボーイ、はい、小林選手も三塁打ぐらい打ちそうな気がする。昨日さ代打で川内選手が変わったさ、内川ね、あ内川、うん、知ったか、うん、だからなんかその悔しさっていうか、あれはあれでよかったんだけど、うん、よかった、犠牲フライで、はい、だけど俺もやるぜオラっつって、はいはい、やってくれそう今日は、うん、内川がイスラエルの人が盗塁しそうなのを、うん、すごいいい投球で、はい、アウト、え、これ誰が3アウト、それでみたいな、え、誰が小林が投げる、あ、小林が刺すってこと、うん、あ、なるほどね、うん、おお、いいね、うん、ラッキーボーイだから、俺誰かな、今日のキーマンまだあの結果出てないんで、うん、誰かな、誰にしようかな、やっぱりですよ、うん、日本に欠かせないといえば、はい、誰ですか。うーん、まあみんな欠かせないですけど、今日中田翔さんいないからね、今日中田翔さん腰に張りがあってたね、日本にいないとダメ、青木、うーん、青木もそうっすよね、やっぱ青木とか内川とかっていうこのベテランも大事ですけどね、うんうんうん、だけど誰なんだろうな、俺の中ではさ、山田俺の中では、うん、まあ、山田もそうなんですよ、うん、だけど、うん、なんか坂本の気がする、あ、なんか坂本の気がする、今日坂本選手、そうだね、坂本、でも松田とかも今坂本ちゃんって言ってたでしょ、坂本ちゃん間違いなく坂本ちゃんみたいな言ったでしょ、そうそう、松田も、うん、で、あのさ、バッターもそうなんだけど、はい、守りもさ、うん、あの菊池選手のさ、はいはい、いかにもハンドボールかっていうぐらいのキャッチして、こんなしてトスみたいなもんパスがあったさ、パスっていうかもう、なんであれハンドボールっていうことにしたの。あのさ、私高校の時ハンドをちょっとだけかじってまして、はい、なんかひょんってパスもらって、はい、手首でひょんってこうやるみたいな、バスケでもやりますけど、あ、そうですか、はい、しかもさ、あれさ、これ野球であんなの初めて見た、解説者の人はだいたいハンドトスって言ってるから、多分それを聞いて、うん、聞いてない、全然全然聞いてない、それ聞いてから違う、全然聞いてない、あ、本当、あ、ハンドボールみたいな技だなと思った。いや、菊池すごいな、もう菊池とさ、しかも今回坂本もそうなんですけど、うん、あの二遊間はいいな、うん、めっちゃいいな、安心。でもさ、ハンドボールでもバスケでも、はい、直でボール触ってるさ、はいはいはい、だからこの自分の力加減とかなんとかでフォンって、まあそうっすよね、あれだけど、グローブでこの、うん、こんなしてキャッチして、もう 0. 何秒かぐらいの間にバンってトス投げてるさ、多分さ、このグローブの中があるじゃないですか、まあまあ、だいたい手のひらがグローブだとしてですよ、うんうん、ボールがあるじゃないですか、うん、ボール転がしながらこの反動みたいなのでフンってデジすごい、ポーンって返してんだろうね、うん、この遠心力封じのやつを、ちょうどさ、手のひらにボールがはまってたら投げれないさ、そう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 、だから先っちょに置いとかないとあんなのできないから、うん、だから落ちそうってなってパンって投げたのか、はい、こう今立つのが言ったみたいに転がしながらこんなしやったのか、いや絶対あれ多分すごいコントロールだなと思って、左で取って多分転がしながら渡してると思いますよ、本当に良かったと思う、うん、あれは。あれはマジやばかった。救いましたね、ジャパンをね。すごかった。ジャパンを救いましたよ。かっこよかったな。あ、ちなみにですけど、うん、もう4回の表の攻撃、イスラエルの攻撃、さっきダメだったんです。あ、そうなんだ。はい、0対0。投手戦です。ちなみに内川選手だって。はい。内川だよ。内川。はいはい、内川が内川が打ったけどショートゴロでスリーアウトチェンジということですね。はい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 。はい、あ、いいですね、この中継見ながらちょっとあれするのも、俺中居君と一緒になんかやりたいなと思うもんマジで、ええ、俺も結構野球知ってるよ中居君と同じレベルと思ってんの、なんで違うの違うなん違うの、
別に中井くんは違いすぎるでしょ。中井くんはスマップだったから有名さ、うん、一応はよ、うん、俺まだポートリバーズだからまだ無名さ。ポートリバーズは有名じゃないです。だから無名さ、無名さ、うん、別にいいさ一緒にやったって。オファーなんて来ることないさ。オファーの応募ないよ。たまたま、うん、なんか居酒屋で鉢合わせたみたいな。居酒屋のトイレで鉢合わせて喋るかそれで。いや、あの実は後ろで聞こえてましたよあの野球トークみたいな、うん、みたいな感じでね、うん、ちょっと一回やりませんみたいな、うん、居酒屋行かんはずよ。行かんか。バーにするじゃん。バー焼き鳥屋。トイレでもマネージャーとかついてくるんじゃん。トイレで喋れる。そもそも本当に鉢合ったとして、うん、喋れるよ。嘘。中井くん、イエーイって言っちゃう。あの、なんていうの、多分こっちが踊ったりするかもしれない。まあ、それでね、意気投合して友達になれて出れたらいいですね。はい。頑張ってください。4年後の WBC。4年後って考えたら怖くない？なんで？42歳で私たち。別にいいさ。ビビらん？中井くん50余るよ。うん。俺、中井くんとやるからさ。そうなんだ。4年後。東京ドームで。すごいね。うん。頑張って。え、でもいいんじゃん。すごい鉄前ハートだな。そういう目標があったほらいいんじゃん。だって分からんくね、うん、何がどうそうなるか。俺がアポペンとか言ってるかもしれんさ。じゃあちなみにそれ夢だったら、はい、何をして何を頑張るの。中井くんに近づくためにまず東京行く。いや別に近づくためっていうよりかはどっかでバッタリっていうのを。例えばですよ、うん、俺がそれこそ PPAP みたいな、うん、何かバーンってなってバーンってキャラ作ってバーンってなるするじゃないですか、はい、そしたら分からんよね。それがタイミングよくこれ WBC の時期で、うん、みたいな。はい、じゃあメッセージ読んでいきましょうか。はい、ポリコネームタイコッピさん、ありがとうございます。こんばんみ。名古屋昼は暖かいけど朝晩はまだまだダメだな、うん、暖かい沖縄が羨ましい。さて今週のテーマは野球ね、うん、うち阪神ファンなんだけど前はよく名古屋ドーム行ってた。お、なんだよね。シーズンで12回あるんだけどその12回全部行ってた。すごっ。やっぱタイコッピはお金持ちコッピさんだね。シーズンで12回阪神が名古屋ドームに来るってことだ。そういうことか。サークルの人から買ってて今はライブ優先で行かなさすぎて非国民って言われてる。逆に今更顔出すのが怖い。でも久々に球場行きたいな。音楽にしてもそうだけど現場が一番楽しめるんだよね。 WBC 楽しみ。優勝してもらわねば、うん、ということです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いいな阪神ファンか。阪神ファン香頭さんとかもそうだけど阪神ファン多いね。うん、なんでかな。タイガータイガースね。タイガーちょっと全部中途半端だな。なんか情報がさ、さっきから中途半端なんだよな。内川選手のことは川内って言ったりしてたしね。しかもその前内山って言ったしよ。阪神多いな。楽しそうだな。こうなってプロ野球をドームで応援してみたい、うん、あっちも。そう、しかも沖縄、うん、あ、まあ本当にここ最近から沖縄もね、うん、ペナントレースで巨人が来たりとか1試合ぐらいあったりしますけど、うんうん、セルラースタジアムじゃないですか、はい、暑いよね、うん、あのドームがいいっすね。僕東京ドームしか行ったことないんですけど、うん、ドームはいいっすね、うん、あの雰囲気ビールが進む、うん、だから夏じゃない方がいいな。いや、あの応援してちょっと暑くなってでも大体夏だからね、うん、まあ夏か、はい、だから東京ドームとかクーラーとか効いてるでしょ。あ、そっか、うん、あ、そうそうそう、そんな暑いって思えなかったっすよ。なんかテレビ見てるとさ、もうみんなこのファンの人たちがわーわーっていっぱい歌いながらみんなでやってるのが超楽しそうさ、うん、しかもさ日本はまだあれですけどアメリカの場合は、うん、あの7階になると、うん、あ、中継が消えてる。立つの7階になると、うん、みんなで一斉に立ってから歌う歌があるんですよ。あ、分かる、うん、ハッピーボーイみたいな、なんかなんとかな。ハッピーボーイ絶対小林の影響でしょ。違う違う、ハッピーボーイじゃなくてハッピーボーイはあの岡田だからね。岡田、ああ閉店ガラガラ。そう、閉店ガラガラあ、似てるね顔。あ、よくやれる。あ、やらないんかい。やらないはい、じゃあ次行きましょう。あ、もう終わり今の俺の話、はい、ハッピーボーイ。あ、違う7回になったら歌う。そうそう、だから日本もですよ、この野球さ、なんか
なんかないかな、なんかどのファンがいても、うん、歌うみたいなやつよ。うーん、生きてる作ればいいのにね、誰かが。生きてる意味わかる？うん、わかるよ。誰か作ればいいのにね。はいはい、どうぞ。おお、何を。ポリコネーム、かがしら2時50分さん。何を興奮してる。いや、さっきかがしらさん阪神ファンだよなと言った後にかがしらさんがいたと思って。ああ、以心伝心というやつですね。おお、おめでとうございます。はい、私が野球に興味を持ち始めたきっかけは、デジ天に打つとこおかしい。私が野球に興味を。じゃあうちらがしょっちゅうさ、うん、あのひーふーみーさんとかが天天絶対打たないから、はい、天打った方がいいってしょっちゅう言ってるから、多分かがしらさん優しさだよ。あ、そっか、かがしらさんありがとうございます。ありがとうございます。私が野球に興味を持ち始めたきっかけはちょうど30年前に、私は小学4年、うん、コロコロコミックで当時連載していたギャグ漫画カットバセ清原くんでした。懐かしい。全然分からん。それまでは野球に興味なく、専攻と高校も分かりませんでした。その漫画が面白く、いろんな球団や選手などを知るようになり好きになりました、うん、清原の大ボッケ、桑田の嫌がらせ、うん、森監督のツッコミなど、うん、それぞれのキャラに味がありました、うん、懐かしい。あと20年前に野球の4コマ雑誌漫画パロ野球ニュースも毎月買って読んでました。へえ。今は廃刊なり、普通の4コマ漫画クラブオリジナルに変わっている。すごいね、うん、知ってる。その全然わからん、うん、あの中では浜野大魔神こと佐々木さんが主人公の佐々木様に願いをが一番好きでした。うーん、ここでは俺様的な佐々木、パシリの斉藤隆、ヤンキーの三浦大輔、チーマーの長池、ギャグが寒い佐伯、小人のこれなんて読むかな、万栄かな、うん、などここでも個性あふれるキャラの勢ぞろいでした。こういう野球のギャグ漫画がまた出てきてほしい。かがしらです。仕事休憩の合間に送信ということですね。ありがとうございます。お、今仕事中なんだ。かがしらさんすごい野球ファンだから、うん、あれだよね、あの一人で応援行ってるのとかさ。あー、なんか見ましたね。うん、阪神ファンで。そう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 、すごい。これさ、超詳しい。コロコロコミックってですよ、今あんのかな。あれでしょ、なんかコロスケみたいなのがあの表紙にいるやつだよね。違う、あの勝手に今入ってこないでもらっていい。今あー、すいません、すいません。多分さ、これ男子にしか分からないんですよ。多分太いやつで、少年ジャンプ、少年マガジン、うん、コロコロコミック、うん、なんとかボンボンみたいな。明星なんでそこに明星入ってきた。だから確かにこれ清原のあったんすよ、うん、で桑田がやったらほくろが多くて、なんか意地悪みたいな、意地悪桑田みたいな感じのとかさ。懐かしい、すげえ。やっぱ三浦大輔はヤンキーなんだ。だからね、しかもさ、見ましたよ、浦添で。ああ、三浦大輔かっこよかった。かっこよかった、うんうん、ちなみにですけれども、ここでちょっと速報といいますか、はい、あの状況ですね。気になる。4回裏、うん、ジャパン・イスラエル0-0、うん、日本は6番坂本からの攻撃となっております。投手戦です。表はどんな感じでゼロで抑えたの。三者凡退っぽいっすよ。ああ、すごい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 。多分。あ、ちなみに今もピッチャー誰？ずっとまだ千賀です。あ、今投手戦ですからね、うん。ちなみに日本はヒット3本、イスラエルはヒット1本です。うん、ま、おお、すごい。イスラエルの選手さ、みんなさフレンドリーだよね。うん。なんか塁に出た日本の選手にイエーイナイスヒット。あ、山田にやってましたね。うん。山田に、あれなんか面白いね、ナイスチールみたいな、なんか敵だけど、うん、なんかすごい。でもこういうのも国際試合であっていいと思いません？この国際交流の親睦も深めてさ、うん、見ててちょっと、なんなら本当は試合終わった後は、うん、なんか一緒になんか慰労会するみたいなのを、うん、東京ドームのなんか中とかでやってほしいですね。あの、うん、あ、僕なんか関係ないですけど、見えないですけど、うん、こう裏とかでなんつうの、オードブルがバーンってあって、うん、一緒に配信僕かいみたいな、うん、ちゃんと通訳する人もいて、うん、であったらいいと思いません？もうさ、それどころじゃねえよっていう人もいっぱいいるはずね。もう疲れて、あ、選手、うん、まあ、まあそうですけど、うん、一応そうです、明日もあるしみたいな、まあ、そうなんですけど、うん、あの30分はそこに参加しないといけないみたいな、うん、なんでしないといけない場合、いや、もうしないといけない場合、肩冷やしたいしみたいな、
しましょうって言った方がいいかな。なんかもう気持ちですよ、いわゆる国際交流の気持ち、一杯だけ乾杯みたいな。そうそう、そういうのもあっていいのかなってちょっと思ったりしましたね。企画してみれば、私あたすあたすあたす。はい、じゃあ次行きましょうか。はいはい、ポリコネーム、これはポリコネームどこに書いてるかな。あ、ポリコネームミール、はい、ありがとうございます。今日は最初から聞けてます。テーマ野球、小学6年の甥っ子が野球部、うん、中学1年の姪っ子が野球部のマネージャーしてますよ。おお、いいね、野球つながり。セルラースタジアムができた年に社員旅行でプロ野球観戦しましたよ、うん、野球のルールはよくわからないけど生で見るとテンション上がって楽しめました。やっぱり先週タワレコに行ったらポリバの CD がなかったです。お、石垣のラジオ局にカーミージ持ってって言ったのに。あ、本当だ、売り切れてるってことに。売り切れてますね。いや、売り切れてるさ、ほらポニーテールリボンズの横にある。そうそう、このこれはあれさ、あの、うんうん、このバンドのアーティストの名前でしょ。写真を送ってくれてるんですけど、そこの本当写真もね載っけてくれたら、なんか本当はそこの間にひょんって入るやつね。うーん、なるほど、あ、戻ることができん。あ、できた。はい、ミール、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、甥っ子野球部、姪っ子はマネージャーって、うん、ていうかしかもさ、石垣のラジオ局に川水持って行きたかったのにって、持って行ってくださいよ。持ってって行きたかったのにって、どういう意味。だから石垣のラジオ局に買って持っていこうしたんじゃない、近くの。多分そういうことじゃないですか。あ、ラジオ局に持って行ってかけてってこと。石垣のラジオ局でも聞けるっていう。なるほどね、ありがとうございます。嬉しいね。アマゾンから買いますよ。アマゾンで、あ、今のうちじゃないですか。アマゾンもこの多分無料の配送とかやってるの。うーん、あー、なんかね、今やってるね、大和問題みたいなのがあるじゃないですか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。っていうかすごいね、はい、おいっ子とめいっ子ってこれ兄弟なのかなって。こ、もしそうだったら、まあそうかもしれないですね。いや、可能性あるんじゃないですか。あ、でも同じ学校じゃないもんな、小学校と中学校だから。何ていうの、お姉ちゃんが弟の野球部のマネージャーとかだったら、なんか面白いさ、兄弟でやって。来年だったらありえるんじゃないですか。あ、そうだね、うん。しかもですよ、この石垣は野球強いんで、うん、中学校も強いですし、で高校も強いですし、甲子園も行きましたもんね、うん、石垣、はい、八重小校。あー、はいはいはい、はい、あ、直樹屋さん、直樹屋さん久しぶりです直樹屋さん直樹屋さんだ、久しぶり、うん、そうそうそう、そんな感じでね。だから石垣は大峰兄弟。あー、はい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 、はい、大峰兄弟がロッ、しかもロッテなんですよ。ロッテが、だから大峰兄弟がいるからロッテのキャンプを石垣でやったんじゃないかな、確か。そうなんだ、多分よ。へ、俺はそう思いたい。ていうかこのミールの会社いいね、社員旅行でプロ野球観戦したって、セルラースタジアムで。石垣から本当に来て、うん、多分見たってことだ、うん、へえ、いいね、すごい会社だね。俺なんかも社員旅行で相撲とか見ようかな相撲も熱いね今ね。そうです、はい、じゃあ次行きます。あ、一回休憩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 、そう、曲休憩しましょうか、はい、じゃあ、はい、ボトリーバーズで Kiss Me Baby。これもね、あー、ちょっと打てないですね。お、鈴木誠也ヒット打ったんだ、うん、ワンアウト一塁、サードゴロ、松田、小林で、もう最高、ラッキーボーイ、ラッキーボーイ、あ、すごいことなってる、うん、次これなの、うん、今どれだけ来てるかなと思って。あ、やっぱ兄弟ってほら、甥っ子と姪っ子。いや、だから そりゃそうでしょ、流れ的に兄弟の流れだってよ、うん、ここまで読んだ、あ、ちょっとこっちか、こっちだったか、あ、見るまで読んだ、こっちからの誰ね。うん。いや、直樹屋さん久しぶり。まあ、漫画倉庫に買い物来てたよ。あ、本当。これ外に聞こえてないんだ。あ、放送は聞こえてるけど。そうですね。ツイキャスとか見てたら聞こえるんですけど。
なるほど。次に出るんだ。フリモに出るんだ。あ、出るんだ。今日、ひふみさん来ないのか。うん。今日は忙しいんじゃない。今やし、いるさ。あー。言ったらいるさ。いたいた。今日、牛乳はない。ある。あ、逆にですよ。ひふみさん、今もらえます？今飲んでいいですか？うん。マジ？マジで？本当に？今のコーヒー牛乳。コーヒー牛乳。あのさ、うん、私のお母さんが、コーヒー牛乳じゃなくて、普通の牛乳の大きいパックを2つ毎週欲しいって。わかりました。2つでいくらですか？580円になります。580円。のところ？え？のところ？あれって、EM だけ？EM、うん、EM 牛乳ですよね。はい、そうです。毎週2本お願いしていて。持ってくる？大きいの。ストローつけてから持ってくる。EM 牛乳にハマってるって。母ちゃんが。毎朝、お父さんもお母さんも牛乳を飲むから。はい。健康のためにっつって。おお、いいことですね。お父さん身長低いから。ほらほら、ミルが。アマゾンで買ってラジオ局に持っていきますって。おお、いいっすね。ありがとうございます。ありがとう、ミール。そしてからアマゾンで買えなくなってたりしてな。そしたら期限切れ、その際にはどうしようかな。うん、どこで買えんの？もういや、一応買えますよ。ただ在庫がないってことか。ああ、なるほどね。もうアマゾンになかったらもうないんじゃない？タワレコさん、あのサイド発注かけてくれる。もううちらの手元にもないよね。ありますよ。あ、あるか。はい、余裕で。漫画倉庫にも売ってるかも。あ、そっか。漫画倉庫にもまだあるんじゃないかな、普通に。そっか、そっか。すみません、裏添えてます。はい。ポートリバーズの人生はポリバケッツ。はい、今日は55回目のポリバケツでございます、はい、あとね、今日も毎週毎週ひふみさんがギャラリーにいるんですが、あのひふみさんの牛乳屋さんのコーヒー牛乳を飲みながら、そう、今日コーヒー牛乳を飲みながらラジオしてみようかな。これツイキャスの見てる人にはね伝わるけどね。これっす。EM 玉木牧場コーヒーカフェ。EM ってそもそも卵のこと？生乳 50% 以上使用。生乳。生乳って生乳じゃない、汚いな。なんていうものじゃん。生乳でしょ。生乳って言う？生乳でしょ、これ絶対。生乳でよ。あ、生乳？生乳って汚い。どんだけ牛を。いただきます。はい、どうぞ。あ、冷たい。なんで冷たいんだろう。あの、あれ、保冷パックに持ってきてるわけでしょ。うん、多分もう車が牛乳屋さんなんじゃない。あ、めっちゃ美味しい。皆さんおすすめっす、これ。あの、本当に毎週毎週買って、その日に飲まない、はい、次の日とかに飲んでるから味、今の方が美味しいかもよ。そうそうそう、冷えてるしさ。これは賞味期限どんぐらい持ちます？5日間。うん。ちなみにどこで購入できるんですか？スーパー。スーパーで売ってます。 EM 玉木牧場ね。例えばどこのスーパーですか？三重とかも売ってますか？あ、売ってるみたいですね。じゃあ普通にみんな、でもひふみんさんから買うと安いの？あ、そうなんだ。あ、まあそれはそうっすね。あ、スーパーで買うよりね。それそうっすね。どれぐらい違うの？これ言うな、1本あたり。これ言ったらさ、あの、どんぐらい乗っかってるんだねっていう、このビジネス的な部分がバレるんでしょ。そっかそっか。大丈夫なの？げ、あのスーパー実際どれぐらい違うのかなと思って。なるわけでしょ。だからうちの親がさ、うん、ほら毎週持ってきてくれるから、はい、あのちっちゃいのだけ買ってたさ、はいはい、そしたらお母さんとお父さんが好きって言って、もうで毎週あの大きいパックを2つ欲しいって言ってから、で、あの、今日もそれを期待してて、今日お母さん牛乳パックいつも 2パック買ってくるんだけど、今日1パックだけにしてるわけ、うん、今日も持ってくると思ってから、はい、今日はお休みするって言ってたよって言って、だけど毎週2本よろしくお願いしますっていうね、EM 牧場の宣伝もしつつ、はい、次 WBC、 はい、テーマ WBC です。テーマ野球ね。そうそうそう。はい、ポリコネーム、はい、ポリコネームゆっかさん、はい、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。3月やばいね。うん。卒業式やら受験やら、うん、WBC やら、うん、忙しい。
忙しいって言ったらないよって忙しいって言ったらありゃしないよみたいな言い方だ。そう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 、 WBC 見てたらお先が進むと思うさ。忙しいせいで先月にもなった副鼻腔炎が再発して酒も飲めない。あら、なんなら副鼻腔炎の中にポリープ発見して大変なことになってる。へえ、大丈夫よ。耳鼻科のおじいちゃんに海に行って消毒しなさいと言われたからどうしようかと思ってます。どうしたらいいですか。とりあえず WBC 見ないといけないからまた来週ということですね。はい、ありがとうございます。ゆいかママたまに嘘つきメールするけど嘘でしょこれ。副鼻腔の中にポリープ発見ってこれ本当大変じゃない。どうなんだろうね。でも酒も飲めないのはいいことじゃないですか。なんか酒飲んでるイメージしかないからさ。まあお酒が好きだけどこれポリープが本当だったら、これ最後のさ、耳鼻科のおじいちゃんに海に行って消毒しなさいって言われたからどうしようかって。あ、まあ嘘だな、これ嘘っすね。そんなことを言う、海水で消毒したらミスター風神のやつでしょ。耳鼻科の先生はいないね。いや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 、塩で消毒してみたいな。いやいや、あ、楽しそうだ。ああ本当だ。今日すごいね。今日すごいね。あ、そっか。あれですよ、グスクロックの。そうだ、グスクロックの宣伝だ。なるほどなるほど。うんうんうん、はいはいはい、へーへーへー、ギャラリー盛り上がってますね。すごい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ次行きますか。結構時間があれなんだけど。そう、大丈夫ですよ、うん、ちなみにですけど、うん、WBC の速報、はい、5回裏、はい、ジャパンの攻撃、ジャパンの攻撃、日本対イスラエル0対0、はい、日本は1番山田からの攻撃となっております。おいいっすね。これなんかありそうじゃないですか。いいね、頑張れ。本当にさ、イスラエル今1安打で抑えてんだよ、千賀が。うんうんうん、お化けフォークと言われてんだよ。そうなんだ、うん、え、あ、牧田選手よりも、牧田選手もすごいけど、牧田投手は、選手はあれ抑えじゃないですか、うん、今先発なんでね、もう5回抑えてますからね、うん、すごいね、すごいよ、すごいね、すごい、わお。はい、じゃあ次いきますよ。ポリコネーム、はい、よぎしこジャパンさん、ありがとうございます。久しぶりだ。だからよ、半年ぶりぐらいじゃん。あんなに嫌なんでしょ。はい、どうも、乳首に毛が2本だけ生えているものです。少ないな。刺身を食べてる皆さんすいませんね。僕の乳首の毛を想像しながらわさびで食べてね。て、意味わからん、終わっ ってる。これといって報告もないので、ではこの辺では。刺身を食べてる皆さんすいませんね。マンモスラッピー。番組特製、番組特製鼻毛カッタープレゼント希望、かっこアーチーのお風呂で。汚い。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。久々と思ったらまあまあハゴーハゴーサイね。まあ相変わらずハゴーサイメールですね、よぎしこさん。そっか、なんか蘭の栽培とかして、うん、なんかなんとか賞を取ったとか言ってたけどね、ま、すごいことしてるみたいよ。何これ、何フェイスブックか何かでやったんですか。何か知らないけど何か情報が流れてたよ。ほう、うん、そうなんだ。 あれどうなったんかな、あの金剛石林山の横に飼ってるグッピー。グッピーもいたね。グッピー生きてるかな。なんかヤモリみたいなのも飼ってなかった。サンショウウオみたいな、あ、オオサンショウウオとかも飼ってたよね。ありましたね。どうなってるんだろう、よくわからん。よくわからん、よぎしこさんは。いつもいつもありがとうございます。はい、鼻毛カッタープレゼントしません。持ってません。持ってはいない。持ってないです。あ、なるほどね。あれ、次はどこだ。はいはい、ポリコネームミッツさん、ありがとうございます。お二人さん、こんばんは。野球と関係ないけど、マンションのエントランスの鍵が壊れてて裏口から入らないといけない。鍵のシリンダー発注してるけど届くまで3週間かかる。とても不便、うん、どうにかして、うん、ということでテーマ野球、うん、どうにもできないですよ。そればっかりは僕たちには。お悩み相談なんでしょこれ。あ、これお悩み、いや、テーマ野球、うん、特別応援している球団はないつもりだけど、その影響でなんとなく巨人が好き、うん、おじいも親父も巨人好きだったからその影響で好きなんだはず。好きな選手はやっぱ松井秀喜、とてもかっこよかった。アーチー辰野は好きな球団選手はいるっていうことです。ありがとうございます。ありがとうございます。お、松井なんですね。55番今日、うん、じゃあ今日55回目だから、だそうだね。松井、松井ね、松井、ま、実際さ、うん、僕思うんですけど、プロ野球選手ってユニフォーム着てるじゃないですか、うん、でなかなか、なんつうの、
半袖じゃないですか、うん、でアンダーシャツも着た長袖じゃないですか、うん、体分からないじゃないですか。ああ松井とかも一応なんか大きいなって分かるけど、うん、で実際どんだけモキモキなってるモキモキなってるのかなっていうのは気にならん本当は実は細いと、うん、体でかいけど細いと。いや絶対大きいでしょ。いやその力はないと、うん、なんていうのバキバキじゃないと、どっちかというとプニプニ寄りだけど、うん、下半身がすごい安定してて、うん、それでホームラン打つみたいな。ええかもしれない。じゃあかもしれないっていう話よ。腕相撲とか瞬殺じゃん。それはそうなんです。それはもちろんそうですけど、うん、言いたいのはですよ、意外とみたいなバキバキなのかなってやっぱ思うさ、うん、野球選手って、うん、だけど僕は絶対違うと思うんですよ。うん、結構腹ぶっくりしてると思うんです。うん、多分お酒も飲むでしょうし晩酌もするでしょうし、うんうん、まあ、サッカー選手とかバスケット選手とかはとかとは全然違う感じはするね。なんとなくみんなシュッとしてるさあの辺、うん、バレーとかも、はい、なんも野球はなんか確かにお酒飲んべえななんとなくイメージはあるね。ある、うん、なんかなんとなくある、ね、あるよね。逆にそうであってほしい感じあそうなの。でも小林選手とかシュッとしてるさ。いや俺多分だけど小林はすごいバキバキだと思う、うん、で俺多分山田もバキバキだと思う、うん、菊池も、うん、菊池もバキバキ、うん、筒香は多分お腹とかぽっちゃり、あの間違いなくあのベルトで締めてるじゃないですか。一応はこのベルト乗っかってる感は否めない。中田選手とかも、あ中田選手もちょっと腹はぷっこいと思うっていう妄想だからね。だって見れないもん、うん、体、うん、でしょ、うん、一応謝っといた方がいいじゃん。誰によ、じゃないかもしれんし。あそっか、あプロ野球の選手の皆さんは全国のファンの皆さんによ。いやファンの皆さん僕の妄想なんです、ま、あの皆さんが聞いてるわけでもないんだけどさ。そうそうそう、ただの妄想なんです。はい、はいはい、じゃあ次行きましょう、ポリコネームひふみさん、ありがとうございます。ワンバンコポリコネーム牛乳屋のひふみです。ごっくんちょ、うん、今日もギャラリーにいますよ。小学校自分入ってたリトルリーグのチーム、監督のわらばがピッチャーで4番、死に下手くそやったん同じ下手くそな自分は自分の弟にチーム作るように指示、苦されたでしょうねでしょうね、はい、ありがとうございます。でしょうね。野球やってたんだ。しかも リトルリーグって言ったらあれでしょ、軟式、あ公式でしょ分からんって、はい、あのなんかあのね小学校でやってるやつじゃないやつでしょ、地域のみたいなやつですね。ポニーズみたいなやつですね。はお、すごい。へそうなんだ。いや僕も野球やってたんですよ。ああ見たいですね。はい、うん、まあ、別にこれと言ってないですけどただです僕浦添那覇地区で優勝と準優勝、この2大会連続優勝をして、うん、その後準優勝だったんですけど、うん、ピッチャーやってました。おおめでとうございます。ありがとうございます。丸坊主が、あじゃあ僕は丸坊主じゃなかったです。丸坊主が嫌で中学校野球やらなかったんです。あ それは聞いたけど、もう本当にそれが理由だったんだ、うん、もうそれだけの理由。もしそのまま野球で行ってたら、裏ショーとか行ってたら、あ甲子園行ってたかもしれないですね。行ってたかもしれないですね。まあ小学校ね、僕、うん、ちっちゃかったからしょっちゅうフォアボールばっかり選ばされてて、ラッキーだったんですよ。しょっちゅう塁に出る。そうなんですね、小学校あるある。へでピッチャー大体大きい人がピッチャーするわけさ、うん、小学校って、うん、コントロールも悪いよ、うん、だからさしょっちゅうなんかデッドボール当たる子はデッドボール当たってたわけ。あかわいそうなぐらい、なありますよね。ちっちゃかったです小学校。へえ今180ぐらいあるのにね。だからよ、あやっぱ人は成長するもんなんだね。時間大丈夫ですか。大丈夫っすよ。はい、はい、じゃあ青もう一件、2通目、ポリコネームミッツさん、ありがとうございます。初めて球場に行ったのは大学の教授と行った福岡ドーム。教授の奥さんが行けなくなったから一緒に行くかって連れて行かれた。初めての球場、ダイエーホークスとどこかの球団の試合。古いな、ダイエーホークスってもう結構前のあれだなしかもあんま覚えてないっていうみんなでビール飲んで応援してとても楽しかった。また行きたい。那覇市役所に勤めてる横浜ファンの友達が巨人のユニフォームを着て業務しないといけないから靴打ってた、うん、アーチ立つのは仕事でユニフォーム着ることある？ないないですあっていうかさ、うん、さっきの質問、あのアーチ球団、はい、好きな球団ありますか？
高校野球が好き。だからプロ野球の球団どこどことかっていうのは、うん、あんまりない。あんまりっていうかない。もうほぼないし、うん、お好きな選手もういない。もういない。あの赤いいつもグローブやってた、なんだっけな名前、ど忘れ。絹笠違う違う絹笠じゃない。赤い手袋。うん、西武だったはず。赤星、違う、秋山。イエーイ。ロバートそう。あ、ロバートも大好きよロバート大好き、うん、ロバート秋山のあのなんかなんちゃってプロデューサーみたいな、あれ大好き。あれ面白いですねいやいや、もうたくさんメッセージありがとうございます。ありがとうございます。ポトリバーズ曲いきます。はい、ポトリバーズで帰り道。今はですね、6回をもってと、まあ、これ千賀に変わる。すごい千賀に変わって千賀変わったんだ、うん、千賀すごい。5回1安打無失点。すごい、めっちゃすごい。パーフェクト1安打でしょ。すごい、うん、すごいな。すごい。あ、ってことは1安打ってことはヒット1本しか打たれてないです。塁に出てないってこと。いやいや、塁には出てるけど。塁に出てる、あのフォアボール出したんで、まあ、エラー、うん、ヒット自体が1本しか打たれてないですよ。しかもその1本が1回の一番打者の1本だけですよ。あ、そっから全部、はいはいはい、すごいね。これ自分でこのコントロールするのが上手なんだ。1回こなせる、バーンって打たれてやばみたいな。いやー、そこはやっぱりキャッチャーの力もありますよ。あ、ラッキーボール。そろそろ打ってくるかな日本。どっかで中田翔を代打で出すんじゃない。あ、チャンスと思い、チャンスになったらどこで代打出す、もし自分が監督だったら。どこでっていうか、そのシチュエーションにならんと。まあまあまあね、うん、例えばワンアウト二塁とかさなったら、もう中田出すよね。なんかあの人は持ってるよね。持つとるすごいよね。持つとるね。なんか釣りで大物を絶対釣るみたいな。まあ、そういうタイプですね。ひふみさん、もしかして工場長か。そうなの。工場長か、もしかしたら。EM アイスは工場長の手作りです。失礼だ。あ、EM アイスだったね。うん、偉い人なんですね、一応。こんなやつさ、持って歩けるんだからさ。うん、まあ、か、そうかもね。工場長かもね。うん、工場長照れてるし。ひふみさんのくせにひふみさんのくせに照れるなみたいな。ひふみごっくんちゃう、うん、あー、WBC 見たいな。あ、これ、勝ったら次いつ？次はどことなの？次はもう準決勝になると、あ、今度はアメリカ行きますよ。だから1週間ぐらい空くんじゃないですか。で、アメリカはちょっと今遅れてやってるんで、多分ちょうどいい時期に合わせるんだぞ。ガンってドミニカ。ドミニカ負けてましたね、プエルトリコ。しかもアメリカはドミニカに負けたわけ、予選では。うーん、やば。そのまま CM 行きますよ。はい、そのまま行きましょう。エンディングは2分ぐらいでいいのか。うん、相撲も熱いな。相撲もう相撲の話でも結構喋れるけどな。来週相撲かなっていうの。またあ、まあ、やったやったやった、そう、やったやった。マジか、出る出じまっちゃった俺。あ、違うか、相撲は冒頭トークでやったんだ。ただ相撲に熱いみたいな、うん、相撲にするじゃん。いや、なんだっけ、爆笑。あ、はい、それでいい。おお、ランナー2人とも内野ゴロで抑えてます。平野もいいんだよな。また延長戦になったりしてね。
結構どっちも 0-0 で抑えて、あれさ、タイブレークなってからのもう大量失点が一番悲惨だな、うん、一応は、うん、4点未満で負けないといけんから、うん、ちょっと難しいね。せめて1本欲しいね。そっか、4連休みんななんかどっか旅行とか行くのかな。沖縄に来る人たちも多いんだろうな。4連休って3連休だから。あ、そっか、3連休世間は17を有休とか使ってさ、4連休にする人もいるはずね。それともっとでかく取るでしょ。あ、そっか。ポートリバースの人生はポリバケッツ。はい、今日のトークテーマ野球ということで、いっぱいいっぱいメッセージありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうあっちゅう間のエンディングっす。はい、もう野球トーク熱いな。やばい、野球足りないな、ね、でなんか好きだな野球トーク。あ、好き。うん、多分ですよ、うん、来週か再来週ぐらいはもう準決勝とか決勝とかやってるんで、うん、この辺でもなんか話できるかもしれないですね。そうだね、もしかしたらですよ。本当にWBC とか、はい、プロ野球とかもプロ野球をそもそもあんま見ないわけで、 WBC はこの日本代表この大会4年に一度のこれで今見て熱いってなってるんだけど、うん、そもそもは甲子園がめっちゃ好きで、はい、高校野球が、高校野球も始まりますね。沖縄水産のさ、昔よ、はい、沖縄水産の八木選手とか覚えてる？一番センター八木。そう、もうさ、あの人の笑顔がみんなが負けててもなんかすごい。1番ヤギだった、タイラーじゃなかった？1番じゃなかった、2番じゃなかった、まあいっか。もうあの時代、自分でペットボトルで仕入れてから、はい、家の中でガン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 応援してたからね。うるさいな、メガホンとかもあれしてはい、まあでもや甲子園が好き。早くまた始まらないかな甲子園、うん、で来週のテーマは、来週のテーマは爆笑。爆笑、皆さん爆笑、爆笑で爆笑、うん、来週本気出さんといけんね。笑えるやつ待ってます。はい、たくさんメッセージ待ってますはい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。バイバイ。バイ。あ、美しい。これはい、うん、いつもこれ消してるさ、ライブ終了。